ダブリンコのリー駅に停車する8500系電車。アイルランド国鉄8500系電車は、アイルランド国鉄が所有する電車。2000年から営業運転を開始した。製造は、日本の東急車両製造が手掛けており、初めてヨーロッパへ輸出された日本企業製の電車となった。この項目では、造備車である8510系、電車、 8520軽電車についても解説する。1983年以降、アイルランド国鉄は、アイルランドの首都、ダブリン中心部と周辺の都市を結ぶ、鉄道路線を電化し、電車を用いた通勤、近郊列車ダートの運行を行っている。営業開始に合わせて、西ドイツのリンケ・ホフマンによって製造された8100、軽電車が80両導入され、 1999年にも GEC アルストム製の8200系電車重量が増備されたが、電化区間の延長やアイルランドの後継機による乗客急増に合わせ、等急車両製造へ向けて新たな電車の発注を行った。これが8500系電車である。2000年12月に最初の編成が完成した8500系が営業運転で、 高い信頼性や好評を得たことで、翌2001年には、造備車である8510系が、2003年から2004年には、冷房装置の搭載など、仕様変更を行った8520系が、追加投入されている。車体は、JR 東日本 E217 系電車を、設計のベースとする、軽量ステンレス車体を採用しており、 アイルランド国鉄発のステンレス車両となった。ただし国鉄側からの要望に基づき、連結面以外はすべて塗装が施されている。また、日本国内向けの車両とは異なり、UIC や BS 規格などヨーロッパの鉄道規格に適合させるべく構えたい強度が増しているほか、衝突事故に備え車体の各部にクラッシャブルゾーンが設置されている。座席配置は、 座席配置は二人掛けにの固定式、クロスシートで上空扉に座席を設置しない空間を設置することでラッシュ時の率席店員の増加を図っている。また先頭車の車端部には車椅子スペースが設置されているほか、車内には LED 式の旅客情報案内装置が設けられている。夏場でも最高気温が摂氏20度のアイルランドの気候に合わせ、冷房は設置されていない。 制御方式としてにレベル制御のイベットによる VVVF インバータ方式を採用しているが、インバータからのノイズによる軌道回路への影響がないよう対策が行われている。パンタグラフは空気上昇式のシングルアームパンタグラフを用い、主電動機の出力は1 3 5キロワットである。保安装置として ATP、列車無線、乗務員無線のほか 列車情報を連続的に記録するモニター装置が備わっており、記録されたデータは外部から確認することが可能である。2001年に製造、導入された造備車。アイルランド国鉄からの要望で車内の監視システムの設置が求められ、車内の監視カメラで撮影された画像の常時記録、運転台のコンソールでの任意の画像選択、非常通報装置の信号を受けた際に、 当該車両の画像を表示する機能などを備わった CCTV システムを協力会社との共同で開発、搭載された。この構造は後日の8520系にも導入されたが、電子スカシの導入によるセキュリティの向上やシステムの簡素化などの改良が図られている。2003年から2004年にかけて製造された、東急車両製造制のアイルランド向け電車としては3次車に、 当たる形式。それまでダートに導入されていた電車は8500系、8510系も含めて、アイルランドの気候に合わせて、冷房を搭載しておらず暖房装置のみが設置されて、いたが、地球温暖化による平均気温の上昇により、アイルランドの電車として、初めて冷房機能付きの大型空調装置が、屋根状に2台、運転大丈夫にも小型空調装置が搭載された。 それに伴い、車両限界に合わせるため8 5 0 0系、8 5 1 0系よりも屋根全体の高さが低くなっているほか、側窓も全て固定式に変更されている。また車内には緊急脱出時に窓ガラスを割ることができる非常用のハンマーが設置されている。座席の製造企業を8 5 0 0系、8 5 1 0系から変更したことにより、 車内のシートピッチも変わり、それまでより 50mm、広い 1650mm となった。バリアフリー対策も強化され、視覚障害者への注意喚起や、夜間のホームと乗降扉間の隙間、段差の明示を目的としたステップライトが、客室側、乗降扉客席側に追加されている。2000年の8500系導入以降ダートの、ブランド名を冠した。 電化区間の全線で使用されており、4両編成、もしくは編成を2本つなげた8両編成で運行される。東急車両製造製のこれらの電車は、アイルランド国鉄側から高い信頼性を得ており、導入から10年以上が経った2017年の段階でも他の欧州メーカー製車両と比べて4倍以上の信頼度が報告されている。なお、 10本40両が導入された8520系については事故による廃車に伴い2019年、現在8本32両のみが在籍している。ありがとうございます。